岡崎市赤霊ホールは愛知県岡崎市、朝日町にある公共の文化施設。1961年3月30日、愛知県岡崎勤労会館として完成。1983年、岡崎市が愛知県から買い上げ、1984年2月15日、岡崎市赤霊ホールとして開館した。名称は市の鳥である白赤霊に由来する。 土地、建物の買収と改装に4億9600万円が投じられた。ホールの他に集会室がある。集会室は管理棟の中にある。また敷地内に旧ぬかた軍公街道及び物産陳列所がある。駐車場は30台。またその他に岡崎市役所東立体駐車場も利用可能。 一般社団法人岡崎パブリックサービスが指定管理者として管理運営に当たっている。利用時間は9時21時30分。休館日は第1、第3火曜日12月29日から1月3日まで。2015年5月18日、岡崎市は老朽化の著しい赤霊ホールについて、改修により20年以上の延命が可能との見方を示した。 市の文化総務課が試算した回収費は6億5087万円。敷地内にある岡崎市郷土館集会室旨事務所木村元の銅像、ありがとうございます。